動物博士は誰だ、ファウナで遊ぼう。ね、え、皆さん何ファウナで遊びましょう。じゃあ動物博士で嘘のやったやつね。嘘動物博士には何の価値もないやばい、そんなことない。ちゃんと価値ある動物博士を決めましょう。あ、そのためのボードゲーム、僕家から持ってきたんで、これはあの、はい、要は動物クイズですね、簡単に言うと。ここにあるカードがもう問題なわけです。で、試しにこれちょっと例題としてね、シマウマ1台、うん、え、そう、シマウマです。シマウマだ、うん、シマウマです。あ、それは正解、正解、それは分かる、ポイント正解。名前と見た目はこのゲーム教えてくれます、うん、あ、え、じゃあもういいじゃん。何を当てるのかというと、うん、この動物シマウマですね、はい、がどこに住んでいるのか、そして体長はどれぐらいか、体長、体長と、あと体重、うん、そうですね、あと尻尾の長さ、尻尾の長さ、これを推測して当てていくわけです、まあ、これは各々の個性があるでしょう。そういや、いいでしょ。よー言えた。個体差も含んでます。だから結構広めにとってます。恥ずかしがっちゃダメよ。平均というか、平均というか、だいたいここからこうですよ。そうね、まあ、僕からだとすると、だいたいまあ200から500キロぐらいだろうと思ったら、ここに、ここに置くわけ。200から500キロ結構幅でかいね。結構幅あります。で、次時計回りであるわっていう風に置いていっていいんですけど、はいはい、まあ、こういう風にいろいろね置く場所があって、はい、ここ重さピンポイントで当てると僕7ポイントもらえます。へー。でピンポイントじゃなくてもこう隣接してるとこだったら3ポイントもらえます。へー。ここはだからまあ割とやっぱ当てやすいところでもありますよ、ね、うん、で難易度が高いのがこっちの生息地を当てる方なんです、ね、確かに。これはめちゃくちゃむずくて、でここに、カードに何地域に住んでるかっていうのがもう書いてあります。2です、はいはい。この広い広大な世界地図の中で、2箇所にしか住んでしまうの。シマウマって2匹しかいないんですか？2匹しかいないわけではない。2箇所にしか住んでる。それをピンポイントで当てる。これも隣接は OK。もちろん数が少ない方が、うん、あの難しいんで、うん、ここに表があって、うん、2地域に住んでるやつ、ビターってしたら10ポイントです。隣接地域でも5ポイント。なるほどね、結構細かくポイントあるわけ。当ててみる。僕ね、地理めちゃめちゃ下手なんですよ。っていうか何、これはドイツ語版だよ。ドイツ語版、より世界地図だって分かる。なんでドイツ語版買うのよ。アフリカだよね。アフリカってのは、アフリカでしょ、うん、アフリカってアメリカの近くって。違う、実際違かったら言ってよ。アフリカって、アフリカどれ、アフリカがどこか分かんない。大陸よ、大陸。あ、でもコンゴがあるから、うん、近いよね。そうそう、これ世界地図、日本中心じゃないから、これじゃない、カラハリとかそういう、カラハリ、まあまあこういう風に置いて、1人1個ずつまず置いていきます、うんうん、で、はい、まだ俺分かるぞってなったら、うん、どんどん置いていい。1人1個ずつ、いっぱいかけていい、いっぱいかけていっていい、うん、その分当たってたら得点になりますし、当たったやつ、うん、隣接してたやつは帰ってきます、うん、完全に外れたやつは無得点だし、うん、没収されます。なるほどね。で、ちなみにこれ結果見てみます。シマウマは体重、リフトバレー、ホーンボンアフリカ、ちょっとアフリカ、わかんない、言葉がわかんないですけど、うん、なんで隣接してない、してないのか、してないんかい、してないので、これはもう0ポイントになります。へぇ、ちなみに重さは350から430なんで、うん、もう完全に正解、7ポイントで、へぇ、でも結局これ動物奇想天外ですよね。そういうこと、確かに、はぁ、動物クイズ、動物奇想天外見てたらわかるんで、加藤春彦好きだったんで、うん、シアスワロフスキー狙うぞ、あ、シルバークリスタル。確かに、ケロローン、あ、ここで問題だ、あ、問題のやつだ。こいつでいきましょう、うん、あ、カエルだ、カエルですね、カエルだ、カエル、ヨーロッパヒキガエル、ヨーロッパヒキガエル、しかも11地域に住む、11、これはもう楽勝だぜ。じゃあもう僕からいきましょう、スタートプレイヤーはね、うん、思い出してた架空の、はい、10から20センチ、まあ、10から20、まあまあ、あ、なるほど、ね、まあ大外れはないと、めちゃめちゃでかいやつじゃないかね、ね、冒険しないね。僕前神社とかに、うん、歩いてたら、うん、カエルがいて、うん、触ったんですよ、うんうん、そしたら金玉だったんですよ。あ、なるほど、
感じ、触った感じ。騙されたってこと？騙されたキツネがつままれてないから。キツネが金玉だった。そう、金玉そのものだったんですよ。金玉を参考にするなら、うん、ウェイトは金玉の重さ、金玉の重さは何？あ、今情報があるからね。100から200じゃん。重くない？そんなもんない？そんなもんだよね。いや、これグラムは軽いよ。軽いんじゃない？本当に。じゃあもうじゃあそこね。浮いちゃったわね。じゃあもうどんどん行こう、どんどん行こう。もうね、うん、これ維持問題ですよね。ほら、うん、この絵でさ、うん、バレちゃってもう、うん、尻尾。ああ、ないじゃん。なるほど。尻尾なんてもないんだ。はい、いただきました。なるほどね。ゼロ。確かにゼロ。でヨーロッパ引き換えるでしょ。うん。で、まあ11地域いると、うん、はい、もうだからヨーロッパの辺に置いとけばここじゃん。その考え方もある、うん、はい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 。これもう断言しますけど、うん、このメンバーの中で一番カエルをよく触ってるの私です。気持ち悪い。お前カエルって金玉のことだけど。え、金玉一番触ってんの？いや、カエル。おいおいおい、警察行こう。駐在さん行こう。駐在さんである人。怖い怖い。私あのヒキガエルが好きで、夜中に公園でカエルと遊んでたら終電なくしてタクシーで帰って。え、夜中に金玉で遊んでたら終電逃してタクシーで帰って。おい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 、駐在さん行こう。駐在さんここにしよう。全然関係ねえじゃん。静かにしろ。全然ね、軽いです。200から500ぐらい。あー、これでももらいました。もうちょい小さいと僕は踏みました。あ、ちっちゃめのカエル。ちっちゃめのカエルと。かわいそう。こんな喋っても使われないのに。そうだまあこの辺、地中海とかにはもういるんじゃないかな、これはもう。はいはい。じゃあ正解発表しましょう。おいや、おいおいおい。まず重さからいきましょう。はいはいはい。あ、12g から140g。お、あれじゃあ、お、ちっちゃ、ちっちゃ、ちっちゃん。正解7ポイント。やったー。これでちょっと進めていきましょう。やっぱり金玉だったんだ。ちっちゃい。僕が隣接してるんで3ポイント。確かにそうだわね。長さ、長さ。4センチから13センチ。おお、ちっちゃ。当たってる。あ、でもピタリですね。こっからここまで。あ、ほら、ピタリだか。ピタリピタリよ。7ポイント。全国先生じゃん、こっちとら。すごいんじゃん、バッチリじゃん。さあ、尻尾の長さ。俺は来た。俺は来た。あ、え、これは、え、尻尾がありません。うん。ほう。あ、でもゼロ？いや、なしは、なしです。え、ちょっと待って。いやちょっと待って。どういうルールこのゲーム。なしはなし。なしがない。なしを置くところがない。なしの時に置いちゃいけないの、尻尾。え、いや、ゼロ1はないからね。全部教えてもらえると思った。いや、教えて、ルールは教えてくれよ。ゼロ1はないのに。ないのに置いてんだからおかしいよ。ゼロ一はちゃんと言った方がいい、ちゃんと言った方がいい。ゼロ一はゼロを含んで、ゼロを含んで一まで。違う。ゼロってないんじゃない。ないんだから置いたらダメでしょ。いいこと言った、いいこと言った。人間のこれファウナがあったとして、尻尾の長さ置くやついたらバカですよ。ないんだ。ゼロってないんじゃない。ゼロなしを含んで。ないんだ。そこだってゼロよ。ゼロ、そうそう。行ってこい、行ってこい。ゼロ、ゼロから。1なのよ。あることを認めた上での長さだから全くないゼロもこの範囲に含まれているという認識で俺は置いてある。それはもうだからもう浅はか。いや、じゃあ人間に翼って生えてますか？翼の長さ何センチですか？ゼロセンチ。そんなことなんてあります？そんなこと言ったらじゃあ持ってるってことになるじゃないですか。え、なんないですよ。ないけどゼロってなってる。ないならゼロって。それをゼロと表現するなんてことは、インド人はゼロを発明したときそんなこと望んでいなかった。いや、でも肩甲骨が言葉遊びをしたい。紳士の翼の名残。言葉遊びのゲームじゃないんですよ。あれだわ。動物の知識を競うゲームだ。ここに置くときに、尻尾がない動物もいますから、ないと思う場合は置かないでくださいねっていう。そんなのだって、
説明書に書いてないことまで言う必要ないよ。そんな、いやでもそれ、俺だって動物がない場合は置けませんよって説明受けましたか、恐れ沢さん。ちょっともう逆に見てんじゃん。これはひどい、はい、気になる、みんなが気になる、これはひどい、ね、聞きますよ。それは強いから今回。あ、もうすごいわ、うん、え、どうぞどうぞ、どうぞ。あ、でも僕までもないわ、これ。ここ以外全員正解。あ、正解なんだ。上のこのラインも全部。あ、もう全部か。上全部。じゃあ、正解だったのは誰だ。これがでも隣接なんで1ポイント。あ、なるほど。じゃあ全員ポイント。じゃあ5周じゃないってことね。戻して、原宿さんは5ポイント。よっしゃー、うん、オッケー、はいはいはい、これで分かったね、完全に分かった、うん、じゃあ次いきましょう。尻尾はゼロじゃない、めくってください。じゃあ次の動物、はい、こちら、うん、うん、お、うん、オービスカナデンシスね。誰、ビッグホーンだそうです。ビッグホーン、ビッグホーン、なんか聞いたことある、わかるわ。え、これ何地域に住んでる。5か、5、結構住んでる、結構住んでるな。ビッグホーンね、ビッグホーン、地方都市にしかないチェーン店の名前みたいな。確かに、確かに、ステーキ美味しい。ビッグホーン行くっつって、うん、お父さんあそこぐらいしかねえだろ、うん、いやー、なるほどね。家族で行くならビッグホーン。ビッグホーンを広げない。チェーン店のビッグホーンを広げない。チェーン店の全長か、違う違う違う、うん、こいつの匂いビールの前でかい。ビッグホーン、こういうちょっと壮大な感じの、タスマニア、肉が鉄板にバウンドする、バウンドする CM。 動物を家族でいるならビッグホーン、ね、ないんだ。そんなチェーン、え、ないんだ。僕ハンバーグ。僕はステーキ。ママはサラダバイキング。パフェもあるわよ。パスってことでいいね。パスってことでいいね。ごめんて。家族で行くならビッグホーン。ビッグ言うとりますけど、なるほど、はい、それはホーンって確か角のことなんで、うん、角がでかいってだけで、あ、その体からね、うん、そう、はいはいはい、言うてクソビッグなわけではないと思うんですよ。ちょっと、まあ、ヤギだしね、多分ね。アルバ君よりでかい、こんくらいだとは思う。エコーできるから、うん、まあね、2メートル以内、2メートル以内でしょ。はいはいはい、言うとりますね。いやでも俺もこれ、うん、やっぱ尻尾。ある、尻尾ある、いや、ある、あるでしょ、これは。尻尾自体はあるっぽいよね。尻尾自体あるタイプだから、うん、もうちょんちょろんっていうね、めくるとうんちみたいな。うんちの俺、うんち屋さんの俺、うんちピーンってピーンってなってる、話がそれすぎるんだよ。ちょっとうんちがこうビッグホーン、ビッグホーン、それがビッグホーンやってる。うんち屋さんののれん、まあ、うんち屋さんののれんの話。何センチあるか、まあ短いっすわこれは、うん、もうそんなに、いや、言ってこ、言ってこ、言ってから短いから、いいじゃん、まあね、まあ、3から5でしょ。3から5よ、短っ。いや、今いいヒントくれましたね、逆に、ね、え、うんち屋さんののれん、うんち屋さんののれん、もうちょっとあると思う。いや、俺もあると思う。そんなある、俺もあると思うわ。だからまあ、もうちょっと1個上あるから、全然ある、全然ある、全然あるな、はいはい。私はじゃあ生息地域行こうかな。生息地域、そうだね、これね、でかいんですよね、多分動物としては。で、大型の動物っていうのは大体寒冷な地域に住んでる。え、そうなんですか。相場が決まってるんですよ。わかる。そうで、んこれんカナデン、うん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 、なんだカナデン、はい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 、じゃあカナダでしょ、これ。つまりね、そういうこと、そういうことでしょ、これカナダなの、これカナデンシス、カナデンシスだったらもうカナダに住んでるから。スペル違くない、この K に。間違えちゃった、ドイツ語のスペルと違うし、違うってこと。だからカナダ。僕は、うん、100キロから200キロ。あ、はい、まあまあ、ここ置いとけば間違いない。山、山岳地域、うん、そうね、ロッキー山脈、あ、ここだわ。北だしね、あるか、ここ。オッケー、じゃあ発表、はい、ゆっくり発表していってください。まず、ウェイトから、はい、55キロから125。おお、あ、全部ことは全員正解じゃない。あ、ここか、ここだね。緑と青、やったが、まず7ポイントずつですね。やったー、なるほど、はい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 、で、赤が隣接、赤が隣接なんで3、うん、はい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 、うん、次、長さ、体長、オッケー、来い、うん、
1.5 から 1.8 メートル。あー、やっぱりね。小さくまとまってる。次、尻尾、元に、うんちのれよ。これよ。13センチ。ほら、ほら、長っ。ぴったり？アルファぴったり。アルファぴったり。そんなあるの？恐れ山が隣接、隣接。意外と短いよ。いや、うんこのれんってやっぱ長いんじゃない？ここは。そう、そんな。はい。次、地域。地域。ここよ、ここで稼がないと。これ黒置いてきゃいいね。黒置いてきますよ。はいはいはい。これね、すごい。みんなすごいね。え？足感が。え？あ、すごい。カナダだ、やっぱり。おい。みんなすごい。おっしゃ、やっぱその辺なんだ。やっぱ北米だわ。地か北か。はい。あとここね。この5地域ですね。やっぱすごい。なので、じゃあピタリが6かな。やった、2個ピタリだ。僕が選んだ動物こちら。うん、服着てんじゃん。本当に服着てんじゃん。おしゃれしてんじゃん。ゲラダヒヒです。え、何それ。こちらです。うん、なんかカンムリズルというらしいです。カンムリズル、和名でしょうね。はい、じゃあこれでいこうかな。最終ゲームね。最終ね。オッケー、ここで巻き返そう。こちらです。あ、ヘビ。あ、ヘビだ。赤毒吐きコブラ。あ、毒吐き。わかる。4地域よね。4地域か。大きさからも。え、これ尻尾。いや、そうでしょ。そう。さあさあさあ。ああ、もう始まってる。地域もう地域。尻尾系始まってる。もうインド、インドよ、もう行った。これね。怖いからね。まずだから70から1メートルに行くってことです。めちゃめちゃ巨大ヘビってわけじゃない。そう、2メートル以上しかいないヘビなんてさすがにいないから。コブラはとかヘビとかあって、だこの保護色をね大事にすると思うんですね。で、このねちょっと土系色なんで砂漠に生息しているんじゃないかと僕は見ておりますって言ってる。なんでこのゴビ砂漠を範囲に入れた、かつインドもあるっていうことね。チベット、ホッチランドボンティベットですね。チベット山脈ね。はい、ここに。やっぱ尻尾だわ。尻尾ゲーム。どうしてもやっぱ確かに。この尻尾で勝たないともう。ヘビの尻尾の解釈がどうなっていうのか。そうね。それはもうここはやっぱ戦わなきゃいけない。こいつと。このぐらい尻尾かなっていう感じで。頭と尻尾してもいい。7から10。ちっちゃ。ちっちゃ。ヘビなんで、コブラなんで、うん、個体差かなりあると思うんですよ、でっかいのが。でっかいのがいる。下手したら 2m 行くやつもいるのかもしれない。まあまあ、だから、とはいえ、やっぱちっちゃい方のが可能性あるから、まあ、50からね、この辺。ちっちゃいね。そうそうそう。この辺はあると思う。重さ、500g から 1kg の間ぐらいじゃないかと。この辺で抑えておきます。それ、舐めすぎ。インドにも隣接してるし、やっぱりペルシャは抑えるもん。そうね。じゃあ皆さん OK ですか？頼む。発表していきましょう。打ちたい。おい。はい。これどこ？重さ。さあまず。これ何？え？え？ない。え？どういう意味？どういうこと？は？え？え？どういうこと？KA って書いてある。 KA ね、確かね、うん、経営者わかんないみたいな感じ。謎ない。重さ、重さ、え、謎。いや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 、それは怠慢じゃないか。さすがに。いや、ゼロからさ、ゼロからな、それはさすがに1トンの間で絶対収まってるでしょ、謎だとしても。謎、何何、KA って何。ちょっと待って、調べるから。古谷健二のこと調べるから待って。最後の最後で。謎って。僕ら謎だったんだから、今まで。そうそう。何も解明されてない。あ、わからない。謎？わからない。知らない、アイデアが浮かばない、わからない。ああ、わからないって意味か。え、これ、没収？KA は、没収です。そんなことある？いや、わかったろ、それぐらい。吐くから。
毒を吐くから。吐かれない。吐かれない。殺し合い。殺し合いになるでしょ。大体当たりはつくだろ。ゲームが KA だっていうのも KA です。いや、乗せるなし。こんなの。死にたい。そう。どんなもんなの、そもそも。ね、長さは分かってて、うんうん、80センチから 1.2 メートル。おっしゃ。問題なのでそうそう、ね、あそこか。長さ分かって重さ KA なのよ。ちょっと。おかしくない。そして、尻尾。尻尾。お、OK。どういう尻尾は、はい、はい。最近乗ってませんでした。ああ、ないんだ。いや、それおかしい。蛇に尻尾なんかあるわけないでしょ。尻尾なさすぎる。じゃあもう。生息地当てですね、はい、頼む。誰か当たってると思うけどな。これでこれで決まるよ。怖い。おお、え、アフリカ来た。そっちか。そして雑アフリカ来た、ね、アフリカから。オッケ ー、 ーサンキューサンキュー。で、おーしゃい、隣接か。最後、お、来い。おー、来た。やった、サハラ砂漠か。じゃあ結果、結果的にこれ、お、これダントツじゃん。ちょっと優勝したのは持ってるやつ。おい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 動物博士。おい、あ、動物が、ええ、動物博士になったってことは、あ、あ、あ、懐いてきた。いやー、いやー、ちくしょう。なんかでもこれ釈然としないんだけど、ここ最後、ヘビが釈然としないよ。尻尾はまだ、ね、解釈でわからんでもないだろう。分かる、誰か調べてる。絶対誰か調べてる。大事だと思う。このゲームから俺はそれを学んだ。分からないっていうのも大事な情報なんで。200トンではないだろう、どう考えても。というわけで、もっといろんな動物の情報を知りたい方はおもころチャンネル、え、おもころチャンネル登録してくれよな。こんなやる、どうやる。あー、走ってた。ああ。どっかの場面では結構こだわり捨てなきゃいけないっていう時もね、それあると思うんですよ。そういうのを飲み込んで、いいことも悪いことも飲み込んでいくっていうのが、あの、生きるってことだと思ってるんで。あ、でもただそのプール行った時に床に赤っちゃけた部分とかあるじゃないですか。あれだけはちょっと嫌ですね。あそこなんかうんこみたいだなって。